電子オルガン、電子オルガン、電子オルガンは電子楽器の一種である。鍵盤を操作し、電子回路から発生する信号でスピーカーを鳴らして演奏する。その開発のアイデアの原点は、パイプオルガン、シアターオルガンに由来している。電子オルガンは、コンボタイプ、チャーチモデル、フォームオルガンなど演奏される音楽や用途によって分類されている。 電子楽器として一段型のシンセサイザーや、ポータブルキーボード、デジタルピアノへの需要が高まる現在でも、多段鍵盤を持ちペダル鍵盤を有する電子オルガンは、需要があり、楽器としての一定の評価を得ている。熱心な愛好家も少なからず存在している。オルガンはもともと教会の礼拝用、パイプオルガンとして発展したが、大型のものは、数千本のパイプを投入するため、 制作のコストが膨大であり、搬送が困難である。この代替楽器として、いわゆる足踏み式オルガン、電動式ハーモニウムが登場した。足踏み式オルガンは、人間の足でポンプを動かして発音用のリードに空気を送る構造になっているが、電動機械の発展に伴い、空気をモーターで送る電動式オルガンが開発された。その後、 より大音量で多彩な音色発音自体を電気的あるいは電子的に行う楽器の開発がなされ電子オルガンが登場した。電子オルガンは当初パイプオルガンやシアターオルガンの形式を引用する形で登場したが現在では機能や演奏技法あるいは用途などの点で独自の進歩を遂げた。ただしその一方でパイプオルガンの用途を継承する機種も 市場規模は小さいものの現在も存続している。なお、電子オルガンと電気オルガンは構造自体が異なるという見解も、ヤマハがチャーチオルガンを作っていた昭和期にかつてはあった。しかし現在では音源方式が多様化しており、昔ながらの単純な二分法は、新しい音源に適した新しい分類方法と必ずしも整合しない。 1924年、旧ソ連の画家、ウラジミール・ロッシーネ、ウラディーミル・ロッシーは自ら開発したアプテフォニックピアノを古典やイベントで実演した。これはパターンを描いたガラス円盤に光を当てて発信音を得る方式の最初の楽器であり、以降、このパターン印刷操作方式を踏襲した電子楽器の開発が進んでいった。これ以降も同方式の開発は続いたが、 この方式で成功した製品は知られていない。同時期には他の方式も並行して開発が進められ、その中のいくつかは商業的成功を収めた。1934年、アメリカのローレンス・ハモンドはハモンド・オルガンを開発した。この楽器はトーンホイールと呼ばれる一種の鉄製歯車、歯が波形に相当を回転させる方式を採用した。 1937年、ハモンドは、真空管で、オーケストラや、バンドサウンドを再現できる、電子鍵盤楽器、ノバコード、ノーバコードを開発、1939年発売した。同期は、電子発信機と分周回路、フィルターを採用し、計169本の真空管で構成されており、後の電子オルガンやシンセサイザーの先駆けとなった。これ以降、 様々なメーカーが電子オルガンを開発、発売していった。教会用パイプオルガンに電子技術を後付けするハイブリッドパイプオルガンは1930年代に登場した。以降も次々と新機種が発表されていった。1955年創業の黒田オルガンも手作りの教会音楽用アナログ電子、オルガン、黒田トーンのメーカーとして広く知られたが、 デジタル化の時代には乗らず、生産終了。その後、アレン、ヨハネス、コンテント、アールボーン等の輸入代理店をしていた。ヤマハは、1981年に、FM 音源システムを使用した、F、F-70,F-50、F-30 を手始めにチャーチオルガンを、本格的に手掛け始め、1989年に、オーム音源システムを採用した。 フラッグシップモデルといえる F700、1992年に F-300、F-400 を発売したものの、チャーチオルガン製作からは撤退した。現在のヤマハはバイカウントの代理店である。ハモンドオルガンが開発された時代、すでにいくつか実験的な真空間式オルガンが開発されてはいたが、ローレンスハモンドは音源に 電子回路を使用せずに物理的にアナログの信号を発生さる機構を用意して、それをスピーカーへと増幅する最後の過程に真空管を使用するという構想を進めた。磁気ピックアップの前に鉄製歯車を設置し、歯車をモーターで回転させるとピックアップのコイルに交流電流が発生する。回転数一定で歯車の刻みを各種用意すれば、 主々の音程を生み出せるようになったのである。この機構は、比較的単純で実用に耐える耐久性を提供したが、内部に駆動部と大量の歯車を抱える方式のため、小型化や軽量化は難しく、後にトランジスタ製品や LSI 製品の普及とともに、人々がもっと軽量な楽器を求めるようになったのも、自然な動きであった。しかし当時の基準では、 真空管が最低限で住み信頼性も高かったので、第二次世界大戦中から戦後にかけ、アメリカ軍は世界中に礼拝用として、ハモンドウルガムを持参していくこととなった。なお、ハモンドウルガムは開発当初、教会や劇場を主要な市場と想定していたので、機能面で教会用ウルガムを意識している。しかし音に関しては何かの模倣ではなく、あらゆる音を、 合成可能な新しい楽器の実現一種のシンセサイザーを目指していた。例えばハモンドが1937年開発した真空間式電子楽器のバコードはノブの調整でオーケストラやバンドサウンドと同様な効果を得ることができた。この楽器は有名な映画、ラジオ、テレビのサウンドトラック制作に採用され、その後シンセサイザーが登場する1960年代まで、 第一戦で使用された。1940年代に入ると、電子オルガンの市場は家庭向けや、ポピュラー音楽用途にも広がり、他のメーカーも次々と、同様な技術に基づく電子オルガン、ストップ付きを発売した。ハモンドオルガン、トーンホイール式の登場後、5年後にそれは、登場することとなった。ジェローム・マーコウィッツ、ジェローム・マーコウィッツは、電子回路、発信回路による、 音源装置の特許を取りし、アレンオルガンを創業した。真空管の不安定さには依然として問題があった。ものの、第二次世界大戦中に急激に進展した技術力の恩恵を受け、アレンオルガンは安定性を得たため、実用的な楽器として広く浸透し、大型のものも作られるように発展した。不安定で扱いづらい真空管は、 第二次世界大戦時に進められた技術によって随分と安定性を持っていたものの、それでも十分な安定性とは言えなかった。1948年6月30日に AT&T ベル研究所のウォルター・ブラッテン、ジョン・バーディーン、ウィリアム・ショックレイラのグループによりトランジスタの発明が報告され、真空管に代わって電子機器に導入されることとなった。これによって、 不安定であった回路をずっと安定したものに仕上げることが可能になり、またずっと小型に仕上げることが可能になった。1958年頃から電子オルガン各社もその採用を進め、徐々に電子オルガンは高機能化し、低価格となった。1957年から1970年代に、かけ、トランジスタを使った安定した低価格な電子オルガンが広く普及し、 電子オルガンは全盛期を迎えた。この時期にはバンド向けに軽量化したコンボオルガンや現在のホームキーボードでおなじみのリズム演奏、コード演奏、自動伴奏といった演奏支援機能を搭載した機種。1970年代のシンセサイザーを取り込んだ機種等が登場した。日本では文化生活の象徴とも言えるピアノと並んで稽古時の一つとして 広範な教育普及活動が全国で行われた。1957年、ベール研究所のマックス・マシューズが世界最初の音響合成プログラムミュージックを開発した。これがデジタル音源やソフトウェア音源の起源と言われている。ミュージックは進化を続け、後継プログラムは世界各地に広がって、信号処理技術や音響合成技術の研究開発に利用された。 1967年スタンフォード大のの FM 合成方式もその一つである。1973年ダートマスディジタルシンセサイザーはこの FM 合成方式を採用し、後に有名なデジタル音楽ワークステーションシンクラビア,アイ、1977年頃へと発展した。1960年代半ば、急速に発展した集積回路技術 IC、 LSI の市場拡大を目指していたロックウェル社は1969年アレンオールガンに世界初のデジタルオルガンの共同開発を提案した。契約はロックウェルが楽器用デジタル技術の開発、回路制作、技術サポートを担当しアレン側が音楽と楽器のノウハウを提供するという条件で締結された。こうして1971年に 世界初のデジタル技術によるコンピューターオルガンが登場した。アレンオルガンはデジタル音源技術の独占を狙い、ロックウェルが開発したデジタル音源基本特許をおむした。そして他のオルガンメーカーやロックウェル自身にまで次々と訴訟を起こし、70年代デジタル楽器開発の大きな障害となった。一方日本では1971年アマァが 楽器 OLSI の内製を決断。まず、アナログシンセサイザーの多成化に取り組み、GX-1、1975年、CS-80、1977年、その技術をデジタルと併用した、パス音源、1977年、完全デジタルの FM 音源、1981年、スタンフォード大の特許、オーム音源、1987年、 サンプリング、VA 音源、1993年、物理モデルといった新しいデジタル音源を次々と開発した。ヤマハはこれら音源技術をポピュラー音楽向けキーボードや低価格なホームキーボードにも応用し、80年代の世界のデジタル楽器市場で大きなシェアを持つに至った。1970年代、電子楽器の世界でサンプリング音源が登場し、 生楽器の音をテープレコーダーのように取り込んで演奏することが可能になった。1980年代には電子オルガンの世界でも同様な技術、PCM 音源が採用され、あらかじめ収録済みのパイプオルガン、オーケストラ楽器、リズム楽器の音の再現に使用された。1990年代には高性能で安価なマイクロプロセッサや、 DSP を駆使したソフトウェア音源が一般に普及し始め、電子オルガンでもそれらの技術を内部使用した製品や完全にソフトウェア化した製品が登場した。デジタル楽器の高度化と普及とともに、電子オルガンは電子楽器の主流の地位を失った。そして、オルガン自体のデジタル化と高度化により、もともと存在したメーカーごとの楽器の系統の違いが顕著化だ。 現在では、電子オルガンという共通カテゴリーのもとで、3種類以上の、全く別の楽器が並存する状況になっている。実際にはどちらも、電子オルガン、エレクトロニックオーガンと呼ばれることが多い。ただし、ごく一部、教会やクラシック音楽分野の一部では、電子オルガンと電気オルガンは、構造自体がなっており厳密に区別すべきだとする、昔ながらの説が残っていた。 本質的相違を無視して無理に、二元論の枠組みに当てはめた簡易分類に過ぎない。特に音源方式の多様化した今日では、明らかな適用限界がある。したがって、下記の解説は、歴史的な過去の観点として参考する程度に止めておくべきだろう。原則として、発信機能やリアルタイムでのサンプリング音声の読み出し、音色の制御機能が、 電子回路で成立している方式を指す。したがって、発音機構にトーンホイールや光ディスクを持たないものという定義も可能である。ただし回転スピーカーや内部のメモリに CD 等の光ディスクやハードディスクから読み込むものについては定義の対象外とれている。一般的には初期のハモンドオルガン B-3、C-3 などに代表される。 トーンホイール方式や回転するガラス円盤から波形を操作するような機械駆動の構造が存在する発音方式を指す。トーンホイールにこだわったパリ EK-61 が現役の電気オルガンだが稼働している楽器は多くない。現役で稼働しているハモンドオルガンはハモンド鈴木によるクローンがほとんどの他クローンホイール電子オルガンとして分類される場合がある。 パイプオルガンや足踏み式オルガンの送風機能を機械化したオルガンを電気オルガンと称する場合があるが、こちらは構造から命名された電動式オルガンエレクトリックブローという名称が損する。電動オルガンも当然のごとく進化し続けており、かつては鍵盤を押したまま電源を急に切るとエア排出ノイズとしてグリスサンド音が響く仕様もあった。 ルーカス・ホス作曲フォレ・トゥーズの最終曲を参照が、現在はこれはできない。アレン・オルガンは、電子オルガンでは、パイオニア的存在の老舗メーカーである。ジェニシスシリーズでは、全ストップを、クラシック、英国風、カテドラル、フレンチ・ロマンティック、バロックの4種に自在に切り替えして使用することが、可能な画期的な装備を持つため、実際の総ストップ数の4倍の音色、 音源を搭載する。低音に64、32と21、1、3との差音効果による、疑似的な64を装備するし、仕様で、最大では5段で、鍵盤101ストップ4仕様まである。価格帯はかなり高額なため個人宅では、購入が難しいものの、誇りの入らない構造や、鍵盤の非接触式発音機構、故障しにくく耐久性が高い。 そしてストップ数の多さや修理部品の保存期間の長さ、音色に対する研究の深さが根強い指示を得ており、多くの協会や施設に搬入されている。各ストップは詳細に静音が可能であるが、メーカー技術者が出張にて端末から行うため、自分で調整することはできない。パイプオルガンの設置されていないホールにおける還元楽団との共演などでも、 アーレンを持ち込んだ本格的な演奏が世界的指揮者と共に行われた実績が多く、それは業界での信頼に裏打ちされている。本物のパイプ群を増設することも可能。日本での設置例は少ないが、欧米では年々増加している。2018年で日本総大ルテンパックスアーレンは大阪の玉作りに移転した。オルガニストを目指して、 専門的に学ぶ人たちにとって世界的に支持の高いメーカーで指導者から勧められることも多い。その理由の中でもバロック様式のストップの再現性に特別の熱意が掲げられていることと楽器としての性能、設計の高さが挙げられる。オルガンを専門的に学ぶにはバロック時代のレパートリーとの付き合いは切っても切れないものであり。 それらの時代の作品を本格的なバロック思考の音色で練習したいという願いを満たすことをメーカーは切に願って設計している。音色の思考とストップ構成の傾向のせいで、これまではバロック時代やドイツもの以外の作品の演奏には不向きという大きな欠点があったものの、最近の機種においてはそれを打開し、差し替え用ストップを多数持つことで演奏。 練習する作品の時代性に合わせて、ストップの音色を個別に変更できるという特徴を得ており、広い時代のレパートリーにも対応できるようになった。従来からのドイツでのストップ構成の他に、イギリスやアメリカ向けの製品では、ストリング系のストップを備えるなど、それぞれの文化に融通を利かせた展開をしている。さらに、何より特筆すべき機能として、打検ニュアンスに反応して、 本物のパイプオルガンのように発音が微妙に変化する、やりすぎない微妙な程度使用は、長年の専門家たちが電子オルガンに望んできた最上の機能であり、現在世界で販売されている電子オルガンの中で唯一の機能である。また、タッチによって、どの程度発音が影響を受けるか、ストップごとの設定が可能であり、また、ストップごとの音量に始まって、鳴り出し、鳴り止み、 微妙な調律誤差、スケーリング、音の明るさなどの静音が自分ででき、座ったままでリモコンからその設定をフロッピーに保存もでき、初期設定に戻すことも簡単にできる。特にフランスものを弾く際に必ず問題となる手鍵盤の配置の違いについては操作によって発音する段を入れ替え、フランス式などに変更することも可能という融通の広さを持つ。また、 実際のパイプオルガンの演奏台では、アシピストンの仕様が次のコンビネーションへと進むシーケンス式と配置による多重記憶式とがあるが、その切り替えが奏者自身によって簡単にでき、本番前に演奏予定先のオルガンを具体的にシミュレーションしながら練習を積むことが可能である。その他、数多くの古典調律への切り替えもでき、 クレッシェンドペダルやトゥーテイピストンの操作によるプリセットも可能で演奏の可能性は限りなく大きい。また実際の境界における仕様にも十分な効果を発揮し他チャンネルのスピーカー環境を構築すれば左右だけでなく上下方向、前後方向にも音源が散らばった立体的なパイプ配置が実感でしかもパイプの立体的な配列デザインを ストップごとに設定することまででき、機能の限りと音質を求めている、支持の高いメーカーとして、教会をはじめとして、個人宅などにも多数納入されていい。本物のパイプ群をオプションで連動させることもできる。現在は、ヤマハが日本総代理店である。リニューアルで今は安くない標準的な教会用電子オルガンである。演奏台としての機能はごく一般的なもので、 スウェルペダルにクレッシェンドペダルも併設されており、また時代や国ごとの様式に偏らない普遍的な音色であるため、広く使用が可能である。本物のパイプ群をオプションで連動させることも十分にできる。ヤマハの保有するホームタイプ電子オルガンの登録商標。その開発のアイデアの元祖は、パイプオルガンとシアターオルガンである。教育用や、 娯楽的意図の強い路線の楽器が主流であったが、近年、より芸術的な音楽に対応できるよう開発が進められ、オペラやバレエ、ミュージカルなどの分野でも活用される場面も増えてきいる。以前に見られたパイプオルガンの代用品としての機種は、現在は見られなくなっている。ペダルは、ハモンド B-3 と同じ2オクターブのため、チャーチオルガンとしての性能はない。 詳しくはエレクトーンを参照。ストップ数や機能の割に価格が安く抑えられており、そして低コストの電子オルガンの中では、他社に比べ割に新しい音源を使用しているせいで音質がリアルで、業界では評価が高い。設定が変更できるものの、デフォルトの状態では、足鍵盤の反応の遅い実際の欧州に見られるオルガンをモデルに設計してあり、 初心者にはそのままでは扱いづらいが、実際の欧州におけるオルガンを本格的に目指した高い指針を根底に設計されている。まだ日本では一般に触れる機会の少ないメーカーである。ものの低価格性と音質等を兼ね備えたメーカーとして、現地では広く知られ、家庭用から施設まで広い納入実績がある。本物のパイプ群をオプションで設置できるが、 イミテーションのパイプであるため、風も音も発生しない。日本の総代理店は、神奈川県川崎市にある、オルガン文化財普及協会で、コンテントオーガンジャパンエージェンシーとして、コンテント本店から正式に委託されている。河合が所有する、ホームタイプ電子オルガンの登録商標。国内メーカーによる、ホームタイプ電子オルガンとして、エレクトーン、ヤマハや、 ミュージックアトリエと共に、その開発のアイデアのもとは、パイプオルガンとシアターオルガンに由来している。当初、教育用や娯楽的意図が強かったが、より芸術的な表現に対応できるよう開発が続けられた。旧来より主要機種にはドローバーが搭載されているのも特徴となっている。2016年で開発終了。当初はパイプオルガンの代用品として、 世に現れ、世界中で礼拝などに活躍した楽器であったが、その特徴的な音色が愛され、よりパイプオルガンに迫った音源が現れるようになっても、従来のハモンドトーンは、世界からニーズが尽きることはなく、今でも、その独特の音を受け継いで製造され続けている。かつては、バッハのオルガン作品の楽譜に、ハモンドオルガンのレジストレーションが記されていたことも、 あったが、強パイプオルガンの代用品として使用されることはなく、特に SK シリーズは、クラシック音楽以外で活躍している楽器である。ハモンド B-3 のペダルは2オクターブのため、チャーチオルガンとしての性能はない。かつてはペダルを2.6オクターブにした、チャーチモデル、ハモンド RT-2 が発売されていた。詳しくは、ハモンドオルガンを参照。 デジタル音源の素晴らしさは、電子オルガンに多大なる音景を与えたが、音質の随分と良質になってきた、現代の電子オルガンにとって、本物のパイプオルガンこそにある各ストップの個性的で、表意豊かな味わいや、調律、静音の不正確さから発生する質感などが非常に薄れたことは、業界全体において旧来から指摘されてきたことで、ある。それに対応すべく、 打鍵に対する発音のタイミングや調律をストップごとに不正確に設定できる機能が現代の電子オルガンにおいては一般的なものとなっている。このベネディクトオルガンではそれよりももっと異なったアプローチによってアナログな味わいを生み出す新しい効果を実現している珍しい存在である。いわゆる高級オーディオ相当のアンプとスピーカーにより 非常に高い臨場感隊の音質を作り上げている。音色はバロックオルガンとロマンオルガンの独立した2機の音源を搭載、十分な価値の高さを有している。例えば、低い下額と木星閉館においては、そこから生まれる低い風の音や高音の雑音には他製品で聞かれないリアリティがあり、また古めかしいリード感は憂いを含んだ響きがあり、バロック音楽におけるソロ仕様では、 従来の電子オルガンには求められなかった深い雰囲気、作りに成功している。足鍵盤における低音では、低くなればなるほど気温がよく認識され得ないような微妙な現象も、本物のパイプオルガン通りに再現されている。コストが高いため、現代の電子オルガンに標準装備されているような負荷機能は最初からついていないが、木製手鍵盤が標準であり、 楽器として必要な要素から優先的に妥協なく求めて設計されいる。多少割高であるが音質は評価が高く特徴的である。バロック向きの優秀な楽器としてアール・ボーンと並んで評されてきた。ベネディクト・オルガンは2005年以降生産が中断されていたが2009年後半から日本オルガン株式会社に技術移管となり同社のオリジナルブランドとして 再登場の運びとなった。2017年で開発終了したが、在庫は日本国内にまだ広く出回っており、出くわす可能性の高いオルガンモデルである。日本には2005年に入ってきたメーカー、ブロックオルガンシリーズでは、オルガニストが演奏ツアーなどで持ち運びできることも、念頭において設計され、簡単に分解して、一般的な乗用車に乗せられる仕様になっている。 ブロックオルガンのシリーズなら、ストップ数の割に、これまでに内省スペースを実現しているので、比較的スペースの限られた日本家屋においても広く、納入されている。また、教会でもかなり設置されている。また、他に、ダグイのない低価格ながら、各ストップには2種類の音源が用意されているという、十分な設計で、バロック系とロマン派、フランス系とで切り替え出るため、 非常に広い作品に適している。ペダルは適用できない。低価格で人気の高いブロックオルガンのシリーズでは、三段で鍵盤の機種もあり、予算的に他社製品では三段鍵盤が無理な場合で、あっても、このシリーズであれば三段で鍵盤が叶う価格設定がされている。価格と外観の割に、音質には高いこだわりを求めたメーカーで、 低価格性と音質等を兼ね備えたものとしては評価は高い。コストダウンも兼ねてアンプとスピーカーは内蔵していないため別途接続する必要がある。一般的な家庭用のオーディオを使うことでそれは一応満たされる。ただしその音質は使用するアンプやスピーカーに依存するため環境によっては悪くなることもあるが十分な環境で増幅した際には演奏に 十分な高音質を得ることができる。代理店では外部アンプスピーカー数種、個人宅用からホール用までを自社制作しておりその音質は非常に評価が高い。人気の高いブロックオルガンのシリーズは趣味の層や学生などに人気が非常に高く、個人宅や出前演奏に使用されることが多い。本物のパイプ群をオプションで付けられる仕様はない。一般的コンソールタイプでは カペラ、シリーズ他がある。ローランドが保有する、ホームタイプ電子オルガンの登録商標。国内メーカーによる、ホームタイプ電子オルガンとして、エレクトーン、ヤマハやドリマトーンと共に、その開発のアイデアの元祖は、パイプオルガンとシアターオルガンに由来している。パイプオルガンの代用品として使用されることを、目的としてはいない。エレクトーンやドリマトーンに比べ外面が決めよう。 貴重とした往年のロリーオルガン他のオルガンのスタイルを踏襲しているのも特徴である。ただし、チャーチモデルはない。現在の日本総代理店は、河合楽器製作所である。創業60年を迎えた。日本にも上地秀明会機械へ納入されているメーカーである。キャメロン・カー・ペンターが、同社の看板アーティストである。カー・ペンターは、 現代人のためのペダル鍵盤は F から D までの46件にまで拡張が可能と主張している。この指摘を受け G から C までのペダルの拡張に成功した世界初のバーチャルオルガンである。以前は標準的な仕様のオルガンを作っていたメーカーであったが最近ではシリーズも多くなり多角的なニーズに応じることのできるメーカーとなった輸入販売を 河合楽器製作所が行っている。河合楽器製作所が採用している名称は、ヨハネスである。エミネント、マキン、ワイバーンなどが知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。